にちは、テルジーチャンネル、テルジーさんです。いろいろコンビニありますけどね、各ねコンビニね、コッペパン置いてあると思うんですよね。こういうふうなコッペパンあるんです。これはローソンのコッペパンでね、まあどこのコッペパンも美味しいんですがね、果たしてローソンのコッペパンはいかがでしょうか。ちょっと検証してみたいと思います。はい、これはね、大きな粒あん&マーガリンサンドって言うんですけどね、はい、こんなね、ふわふわでございます。ちょっと中をね開いてみたいと思います。こんな感じですね。まあセブンイレブンのコッペパンよりはちょっとね、端の方、隅っこまではね、あんまりこうやん入ってないみたいですよ、バターはね、あんことかね。でこれちょっと食べてみたいと思いますけど、ちょっと半分にちぎります。いただきます。マーガリンと粒あんが程よくマッチしてね、なんかこう今までになかったようなね、美味しい感じがしますけどね、よくマッチしてますよ、これうまいです。さすがにこの端の方はね、あんこがもう入ってないんで、もうパンの味です、パンの味、ただパンの味。でこう端の方はね、こういうのはね、コーヒーにね、ちょっとこうコーヒーをパンに含ませてね、まあ食べるとうまいかなと。まだこんなにあります。ローソンのコッペパンが一番多い、あのな大きいですね。ローソンのコッペパンが一番大きいと思います。はい。何にも言えないほどうまい。
全然まあ風村がね近く近所にあるんですよね。だからまあお腹が減ったらねこういうのをね買って食べるのもいいのかなって思ってますよ。結構な量です。はい。はい。そういうわけでね、今日はね、ローソンのコッペパンをご紹介しました。ではまたお会いしましょう。バイ。